そばかすのある少女。
なんかスカイと一緒に演奏できたってことがもう本当に宝物のようでした。林達夫さんありがとうございます。ミュージカのために、あの前にもね、あのオリンドのライブの時にもコメントをいただいたんですけど、本当にあの今回もこんな私のっていうか、きっと視聴者の方たちみんなの夢を叶えてくださってありがとうございました。イエーイ、林達夫。